その昔、潮の満ち地区に街道と呼ばれた美しい北アルプスを仰ぐ白馬村、春花と雪山が演出する絶景を楽しみましょう。最初は白馬連峰を一望する白馬大橋。八方尾根スキー場、雄大なコブ斜面を思い出します。次は白馬連峰を望む丘にある野平の一本桜、定番の撮影ポイントです。
母ちゃん。ここ大出公園は北アルプスと里山風景の名所、絵はがきそのものです。これ、水芭蕉、いい気分。
ルプスが近くに、ナイスビューな白馬駅。町にある中津名湖、水面に映る桜が撮れる人気ポイントですが、
ここ長国寺は、曹洞宗のお寺で14世紀末に創建され11面観音菩薩がある、白馬村指定文化財です。しだれ桜は終わりかけでしたが、樹齢500年以上の大杉の御加護のためか、風格がありました。